え、なんか20代とか10代の時は髪の毛こんな感じじゃなかったんだけどなみたいな、まあ、なんか昔より張りがなくなってきた、パサパサしてきた、うねりが出てきた、分け目が目立つなどなど、すべて、髪の加齢だと思っていただいて、構いません。ただ、まあ、肌と同じように対処していくということは可能だと僕は思っています。はい、こんにちは、ショートボブ専門美容師のミッチーです。今日はですね、年を重ねると癖毛になる加齢による髪質の変化についてお話をしていきたいと思います。今現在ね、僕お客様では動画ではね結構若い方中心に出演いただいてるんですけれども、リアルのサロンワークでは、まあ、40、50代、60代のお客様も多くお越し、いただいております。まあ、その中でね、やはりその若い時と髪質が変わってきた、細くなってきた、なんかうねりがちょっとチリチリしてきた、パサパサしてきた、なんていうお声非常に多くいただくんですね。で、まあ今日はその、原因であったりとか対処法っていうものをお伝えしていきたいと思います。髪の加齢っていうものは基本的にはやはりその人間誰しも通っていく道になりますので、まあ、今ねその髪の加齢で悩んでいる方は、まあ、もちろんなんですけれども、まだ悩んでいない30代20代の方なんかもいずれそうなりますから、ぜひ今日のお話を予備知識として覚えておいていただけると、今後ね10年20年経った時のあなたの髪がどうなっているかも変わるきっかけになるかもしれないので、ぜひ最後までご覧ください。まず、髪の加齢とはなんですけれども、まあ、自覚される症状として、まあ、大きく挙げられるのが、まあ、なんか昔より張りがなくなってきた、パサパサしてきた、うねりが出てきた、そのうねりがさらにこうちょっとチリチリしたような毛が生えてくる、分け目が目立つなどなど。え、なんか20代とか10代の時は髪の毛こんな感じじゃなかったんだけどなみたいなことを感じられているものは、すべて、髪の加齢だと思っていただいて、構いません。もちろんその中には出産を経たことによる髪の変化というものも非常に影響している場合もあります。まあ、その髪の毛の変化の部分ですね、ここにも結ぶと癖毛になるであったりとか、白髪の原因と対処法っていう動画もね出させていただいているので、まあ、そちらも参考にしていただけるといいかなとは思います。で、この髪の加齢なんで起きるのかっていう原因が大きく2つあります。まず1つは頭皮の老化によるもの、もう1つが髪自身の老化によるものとなっています。で、まずその1つ目の頭皮の老化の部分ですね。まあ頭皮っていうのは、まあ、読んで字のごとく頭の皮なので、まあ、お顔の皮膚とかと、まあ、基本的には同じです。お顔の皮膚と頭皮っていうのは一枚皮で全部つながっているんですね。だから頭皮が下がるとお顔も下がります。だからお顔が下がってきてる場合っていうのは頭皮も下がっているっていうことが多いです。で、その頭皮の張りがなくなることで頭皮がたるんでしまい、若い時は張りがあってまん丸だった毛根というものが張りがなくなり、たるむことでちょっとこう楕円になってしまうんですね。そうすることで髪の毛が丸いところからこう丸く出てきていた髪の毛っていうものが、潰れた毛穴から潰れた形で出てきてしまうので、癖毛になってしまったり、チリチリしてしまったりとか、潰れて生えてきているので髪自身に腰がなかったりとか、思うように扱えない髪が生えてきてしまうということがあります。この楕円になった毛穴から生えてくる髪の内部というものが非常に重要で、髪の毛の中にはちょっと細かい話になるんですけれども、大きく3層の構造に分かれているんですね。その3層構造の内部の髪の毛のその感受物質っていうね部分があるんですけど、そこの内部がすごい非常にこう不規則になってしまうことにより、チリチリしたりうねってしまう毛が生えてきます。2つ目の髪自身の老化についてですね。髪自身が老化をしていく加齢によって、その髪の毛の中の密度が減っていくことがあります。さっきもねお話ししたように、髪の毛の中には3層構造で、髪の内部に感受物質というものが詰まっているんですけれども、基本的にはタンパク質でできているんです。このタンパク質が徐々に年齢とともに減っていきます。昔はぎゅうぎゅうに詰まっていた髪の毛、まあ太巻きみたいなものだと考えてもらえれば大丈夫です。ご飯がぎゅうぎゅうに詰まっていた太巻きだけど、そのご飯が減っていくとなんかひしゃけてくるじゃないですか。ふにゃふにゃしちゃうし、
っていうのがいわゆる髪が痩せるという現象になります。昔よりも髪が細くなったと感じる方っていうのは、この内部のタンパク質、感受物質が減ってしまって細いのり巻きのようになってしまっているのが髪が痩せているという現象になります。で、この髪密度の減少、髪が痩せるということはやはり40代を過ぎてくると起きることが多い傾向になってきます。髪密度の減少っていうのは、骨密度って皆さんね、骨の密度聞いたことあると思うんですけれども、それと同じですね。骨密度が低下している方は骨粗しょう症になりやすかったり、転んだらけで骨が折れちゃったりすることがありますよね。髪の毛も一緒で、髪密度が低下しているとちょっとのカラーやパーマ、アイロンとかのダメージですごく傷んでしまいやすくなってしまいます。もちろん髪密度が低下していることにより張りがないので不安定な髪質になりますから、冒頭でお話ししたような腰がない、ペシャッとする、分け目が目立つ、チリチリする、パサパサする、うねるみたいな現象が起きてしまうのもこの髪密度が原因となっていることが多いです。また、40代、50代の方の髪というのは10代の時のね、マックス健康な時の髪の毛とやはりその体力が落ちている髪の毛が生えてくることとなります。で、髪の毛っていうのは諸説あるんですけど、15歳から25歳の間のここが髪のピークになります。そこからは緩やかに右肩下がりになっていき、だいたい30代中盤から40代ぐらいを境に減少傾向に入っていき、40代50代でぐーっと落ちていくというのが髪の毛の体力の推移になります。で、このやっぱり40代50代、60代でその髪密度が低下してきた髪というのは、10代の時の私の一番健康だった時の髪の毛、勢いがあった時の髪の毛に 4,5 回カラーをしたような髪の体力を持った髪が生えてくる。でも根元の鉢でここのニョキって生えてきた瞬間のこの毛がすでに10代の時の 4,5 回カラーをしたような、体力の髪が生えてくるというふうなことも言われています。美容師のね、中では、エイジング毛っていうふうに言ったりはするんですけれども、しっかり計算して施術をしていかないと、すぐに傷んでよりパサパサチリチリがね悪化してしまうことも多いですから、担当美容師さんにねぜひ気をつけてもらってください。ではここまでその髪の加齢や原因などなどお話ししてきたんですが、その対処法についてお話をしていきたいと思います。この髪の加齢、さまざまなその問題というのは基本的にはイコール肌と同じだと思っていただいて構わないと僕は思っています。どういうことって思った方いらっしゃると思うんですけど、要は年齢を重ねるとお顔の肌も下がってくるし、シワができたりとか、化粧のりが昔より、悪くなったりとか、張りがなかったり、水をはじかない、すぐに乾燥する、カサカサするお肌でもあると思うんですけど、要は髪も一緒なんですね。なので肌のそういったトラブルや悩みっていうものを避けて通れないのと同じで、髪の毛も基本的には避けて通れないです。なので期待を持たせても仕方がないので、もう正直に言うんですけれども、もう根本的な対処法というのはやはりこれにはないんですね。ただ、肌と同じように対処していくということは可能だと僕は思っています。例えばお肌で言ったらエステに通ったり、家で美容液を使ったり、ナイトクリームを塗ったりされると思うんですけども、髪の毛も同じです。サロンでトリートメントをしたり、ヘッドスパをしたりすること、これも非常に重要です。頭皮のエイジングを防いでいくためにヘッドスパというのは非常に有効だと僕は考えています。それプラス頭皮用の化粧水であったり美容液というものも多く存在しますし、頭皮のマッサージというものもお風呂でやることも非常に効果的です。ただやっぱりね、これ全部やったからといって髪がね老化していかないかといったら、そんなことはやはりないです。お肌と一緒ですので、どうしても進行していってしまうけれども、やはりしない人とした人とだと3年後5年後の差は歴然になってまいります。あとは基本的なことなんですけれども、人間の体というものは健康的であることが一番ですし、バランスの良い栄養、しっかりとれた濃い睡眠、あとは適度な運動ですね。このあたりがバランスが取れていることが、お肌も体自身も体の内部も、そして頭皮も髪も、健康で居続ける、また疲れた髪にならない、頭皮にならない、疲れた肌にならない、遠回りかもしれないけど、一番近道な対処法だと僕は思っています。で、現在その髪の毛がね、年齢とともにチリチリパサパサしてしまった、うねりが出てきてしまったというものを美容室の施術できれいにするという部分では、宿毛矯正一択と、僕は考えています。っていうのは、
宿毛矯正っていうのは基本的に髪の整形みたいなものです。髪質改善トリートメントとか酸熱トリートメントとか、まあ、いろいろあるんですけど、基本的にはそのチリチリだったりとかうねうねをまっすぐに整形するほどのパワーはありません。この部分は宿毛矯正でないと絶対にできないので、ストレートにしたいですね。サラサラにしたいという場合は宿毛矯正が最も有効だと思っています。その上でのツヤだったりとかもちもち感とかね、そういったのは髪質改善トリートメントで補っていくことができます。はい、というわけで今日は年を重ねるとくせ毛になる髪の毛の加齢についてヘッチなりの意見をお話しさせていただきました。まあ、こちらね、やはりもう僕の試験だったりとか、僕が今までね15年間美容師をやってくる中で得てきた知識をもとにお話をさせていただいたので、まあ諸説あるし、いろんな意見もあるかとは思います。こんな感じで、まあ、僕自身のね知見を配信していくのはもちろんなんですけれども、今後、まあ、クラブハウスを使ってこういった髪の毛のお悩み相談とか個別カウンセリングもしていきたいと思っております。また、緊急事態宣言がね明けた先には全国サロンワークツアーね、計画中ですので、各都市の皆様、ぜひ待っていてください。その辺は全てインスタのストーリーズで告知していきますので、ぜひ、フォローよろしくお願いします。またね、なんか聞いてみたいこととかある方はぜひぜひコメント欄に書き込んでいただければと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。